あ、やばい、焦りが早いですね、これめちゃくちゃ早い、これレディーゴー、お、ほぼ互角、ほぼ互角、危ない、あれ、ちょっと待って、ミニ四駆のことなら何でも聞いてください。マスター上田です。神谷のゴッツです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴッツはミニ四駆は詳しいんですか？はい、レースの方でね、ちょっと10年以上くらい、10年以上、担当させていただきます。ベテランじゃないですか、ゴッツ。まあまあ、先日レーザーミニ四駆第1弾ロードスピリットが発売されました。おかげさまで大好評ってことでね、はい、皆さんね、いろいろこう言っていただいて好評ですよ楽しんでいただいてるみたいで、ミニ四駆の最大の楽しみは、うん、やはり自分でねマシンを組み立てることなんですけども、ね、これだから同じキットを組み立てても組み立て方によってマシンの走りに差が出るんですよ、はい、いろいろこう組み立て教室とか見てますと大体1時間ぐらいかな。そうですね、ただ、はい、今回の早組み立て、はい、なんと7分で組み立てます7分、これじゃあ53分どうなってんだって話なんですマスターバーサスゴッツロードスピリット7分早組対決。今日はマスターに勝つつもりで頑張るぞ。ね、今回これマスター負けたらマスターの称号を明け渡さないと。本当ですか？お、やるぞ、ね、立場変わっちゃいますから。いきます。レディーゴー。お、いや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 、ちょっとね焦るとまずいですからね。はい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 、軸受けからいきましたね。はい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 、でシャフトをこう押してこのホイールをギュッと両手で押し込むよ。マスターさすが手際がいいな、うん、モーターもね、やっぱこう接点をちゃんとギュッとこう確認しながらこうつけると、焦らずにこう丁寧に組み立てるのもやっぱこうマシンのパフォーマンスを引き出すということですよね、うん、やっぱりこのギアとかはねこう力が伝達するパーツですから、こう確実にこうやっていきたいと思います。そうですね、リアのハイトローラーか、はいはいはい、これね、やっぱこうドライバーをやっぱ押しながら回しつつ左手でローラーがちゃんと回ってるかチェックするっていう、こうこれこれこれだからローラーがねじ込みすぎて止まっちゃうとダメだから、こう回り具合をねチェックしてるんですよ、ね、はいはいはい、きつすぎたりするとね、はい、ダメですもんね。そうそうそう、やっぱローラーのねリス止めっていうのが、なるほどなるほど、差がつきやすいところですね。やっぱこのガタガタしちゃうとどうしてもこうコースでねスムーズに走らないですから、うん、的確にボディをね止めて、余った時間でこのリアのスタビライブレーキですね、ブレーキを、やっぱこういうブレーキとか力の、ね、かかってくるパーツっていうのはちゃんとやっぱこう締め込まないと逆に遅くなっちゃうので、うん、止まるとこまでしっかり締め込むのがポイントです ね、うん、ね、あとこうマスターはねこれ最後に増し締めといってこう終わった後に緩んでないか、うん、全てのリスクをこれでちょっと回してみる、終わりましたね、やりますね、さすがまた念入りに、はい、こっちのフロント周りを今いじってますけれども、5、4、3、2、1、0、よし、わ、完成してる。さあゴッツ、はい、組み立て終わりましたけれども、はいね、できましたけど、どうですかゴッツのマシンは。いやもう、正直付けきれなかったパーツがあるので、うん、悔しいですね、残念です。ちょっとこれ見てください、これなんかついてないのありますけどね、ロードスピリットの特徴的なフロントのね、うん、スタビライザーと付けきれなかったのが、あとブレーキステついてない、ね、はい、見てください、マスターのマシン完成してます。さすがマスター、うん、もう降参ですね。はい、ということでね、頑張りますねさあゴッツ、じゃあ早速走らしましょうか、はい、やりましょうか、はい、頑張るぞ。見てください、3連のコース用意しました。今日はかなり大きいです ね、なかなかのテクニカルコースですよ、ね、これ立体もありますしね、カーブも多いし
はい、じゃあスイッチオン。よっしゃー。はい。レディー。ゴー。よっしゃ、結構いい勝負なんじゃないこれ。どれどれどれ。お、ほぼ互角、ほぼ互角。危ない。あれ、ちょっと待って待って。2周目ね、2周目ね。はい。あ、ちょっとリードしてきた、ちょっとリードしてきた。これでラスト1周。これやばいぞ、これ。まだわかんないぞ、まだわかんないぞ。ちょっと待って待って。ワンチャンさんじゃないか、これ。お、けど伸びてきた、伸びてきた。本当だ。よっしゃー。あー危ない。あー、僅差惜しい。よかったー。当たりましたか、当たりましたか。いやー。いやいやいや、ちょっと今ね、最初の2周目まで惜しかったですね。かなりドキドキだったけど、正直惜しかったです。いや、よかったやっぱりね、さすがについてますから。最後の伸びが違いましたね、うん、最後3周目この辺りから一気にね、やっぱ、うん、差がついたね。ね、いや悔しいな。どうでした今日。あの、本当にわずかな差だったけど、やっぱパーツのちょっとついてないのがやっぱサイズの感じになっちゃった感じですか ね、 ね、レーザーの、ね、専用パーツ3つつけると全然違いますよ、うん、やっぱね、最後のもう判定が違いましたね、うん、さあということでですね、今回早組み立てやってきましたけれども、はい、また次回もね、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、それではせーの、キープオンランニング。